ミシェルステーは、スイスの映画監督である。1932年6月2日、スイスレマンコハンジュネーブに生まれる。最初は、スイスのジュネーブとフランスのパリで、地下キャバレーの作家兼作曲家兼通訳であった。1961年に、テレビジオンスイスロマンドの演出部に入り、演出助手として働いた後に、1964年に、 演出家として一本立ちした。映画においては、1966年34歳の時にラリューン・アベック・レデンツで長編映画デビュー。その後、テレビ局チームソニック・レーシングで出会った仲間のアラン、タネールとクロード・ホレッタと共に、ヌーボー・シネマ・スイスの主要3人組を構成し、ジャンル色はジャン・ジャック・ラグランジュと共に、 1968年、グループ5でグループ5となった。1974年、第27回カンヌ国際映画祭の審査員になり、ジェームズ・ウーパが1970年、第23回カンヌ国際映画祭パラレルセクション、レル・パントゥーアが1972年、第25回カンヌ国際映画祭コンペティション部門で、それぞれ上映された。1991年の、 第44回カンヌ国際映画祭では、特別招待作品として、ローザンヌの映画主カフレディ・ビュアシュ、映画監督のジャクリーヌ・ブーブとマルクス・インホフと共に、共同脚本、共同監督として名を連ねたレ・フィルム・ジュ・シネマ・スイスが上映された。1985年のシグナ・レンハーでは、共同脚本にジャン・リュック・ゴダールの講師にわたるパートナー、 アンヌ・マリ・ミエビルを起用し、撮影監督にも、ゴダール監督のフレディ・ビュアシュへの手紙でデビュー、カルメンという名の女でもカメラを持った、ジャンベルナール・ムヌーを初めて起用した。アラン・タネール作品、ダニエル・シミット作品の常連で、ゴダール監督の、勝手に逃げろ、人生の録音にし、リュック・イエルさんも初起用であった。1991年9月10日、 ジュネーブでガンのため死去。59歳没。死後、ちょうど10年の2001年9月6日、フレディ・ビュアシュがミヒエル・スターを執筆、出版した。ダニエル・シミット同様オペラの演出もこなしたが、日本では未だに一本たりとも劇場公開されていない映画作家である。ありがとうございます。